と終わります。ありがとうございました。本日ここに東日本大震災により尊い命を亡くさられた方々のご遺族をはじめ多数のご来賓の皆様並びに町民の皆様をお迎えし、東日本大震災の追悼に伴う喧嘩を取り行うにあたり、広島町を代表し慎んで哀悼の意を表しますとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます。8年前の3月11日に発生しました東日本大震災、そして巨大な津波、福島第一原子力発電所事故は未曾有の被害をもたらし、2名の尊い命を奪いされました。自衛隊や警察、消防、並びに消防団など多くの関係者の懸命の捜査にもかかわらず、いまだお一人が行方不明となっております。震災直後から今日まで多くの尊い命を亡くさられました。3月11日が参りますと、被害が大きかった常磐線日野の駅東側の北側から久保地区の町並みが津波により破壊され、見渡す限りのがれきや自動車などが散乱し、住宅が建っていた場所にはコンクリートの基礎だけが残っているという震災当時の凄惨な光景が今なお思い起こされてなりません。震災から8年が経過し、駅東側をはじめとして本町の復興再生は大きく前進いたしました。現在町内には視聴している約9割の町民の皆様と、会の復興関連事業従事者の皆様及び他市町村からの避難者の皆様合わせて約7000名が生活を営んでおります。本町は平成26年より震災の教訓を踏まえ、津波による犠牲者を出さないため、消防団、婦人消防隊、双葉警察署、富岡消防署、関係機関と連携をして毎年津波避難訓練を実施しております。津波発生時、駅東側地区の住民が避難場所まで迅速かつ安全に避難できるよう未来の架け橋、津波避難誘導サインを整備するとともに、広の未来オフィスを一時避難施設とするため、清水建設株式会社東北支店本社と協定を締結しております。私はこの大災害を強く心に刻み、しっかりと後世へと伝えるとともに、被害に災害に強い安心安全な町として蘇らせることこそが、犠牲となられた方々のお慰めをする唯一の都であり、私が課せられた重要な責務であると考えております。本日の献花にあたり、尊い犠牲を忘れることなく、この震災からの復興を必ずや成し遂げるとともに、さらなる復興再生の飛躍を目指し、町民の皆様とともに一丸となって邁進することを固くお誓い申し上げます。結びに犠牲となられた方々の御霊に哀悼の誠を捧げ、ご冥福を心からお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様に衷心よりお悔やみ申し上げまして、追悼の言葉といたします。平成31年3月11日広野町長遠藤聡、すいません、ありがとうございます。ちなみにこの住宅の名前って何ですか？
伺いしても住宅というか、この広野原団地。広野原団地、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。なかなかね、平日お仕事でいないのも多いからね。そうですね。Tokyo Borderless TV